烏帽子火山群塩田平八重原御木ヶ原上田盆地周辺の地形図。上田盆地は長野県東部千曲川中流域に位置する盆地。現在はほぼ全域が上田市に属する。上田平と呼ばれることもあり、盆地の西半部は特に塩田平と呼ばれる。上田盆地は長野県下として知られる信濃の国に挙げられる4つの平には含まれていないが、佐久平とともに東進地方の中核をなす平坦地の一つである。塩田平の南部から北東方向、盆地の東部を南東から北西方向に千曲川が貫流する。南東では東の烏帽子火山群の裾野と南の北八ヶ岳から流下した火山噴出物や泥流によって形成された台地で、ある三巻が原や八重原とに挟まれた境界部で上流側の佐久盆地と区分され、北西では、榊から千曲市にかけての境界部を経て、下流の長野盆地に続く。千曲川右岸では、扇状地起源の段丘地形が発達し、上田城を中心とする上田市の中心市街地もこうした段丘上に位置する。千曲川左岸からは浦の川と山川が北流して、上田市下塩尻付近で千曲川に合流するが、山川と千曲川の間には、低段丘とそれに続く山地があって、千曲川沿いの盆地東部と浦野川、山川によって形成された盆地西部とを分ける。塩田平と呼ばれるのは、この西側の盆地、特に山川沿いの平坦地である。塩田平は、かつて湖であったものが、山川や浦野川によって埋め立てられたものと考えられている。岩原千曲川河川敷から反下方向を望む。河川敷と両側にある岩体の標高差は約100メートルで、左岸側の崖の上は別所層に貫入してきた石英角線石頻岩で構成されている。頂上部は平坦で、かつての千曲川によって堆積した川床歴を見ることができる。右岸側は内村類層の緑色凝灰岩で構成されている。右岸と左岸は全く異なる地質で、千曲川断層と呼ばれる断層の存在が示唆されている。榊町にかけての左岸側は、千曲川に沿って急峻な斜面が直線上に続いている。小泉地区別所層は、安曇野下沢、松本市が、上田市別所温泉、道佐灘、榊町、選挙区市戸倉、長野市松代、須坂市付近に分布し、フォッサマグナが激しい火山活動をしていた時期に、形成された緑色凝灰岩が堆積した後の火山活動と地殻変動の比較的穏やかだった時期に海底に堆積した頁岩、黒色泥岩を主とする地層。約1500万年前の地層で別所層を構成する層の一つの産山層からは有孔虫、魚類、植物、軟体動物などの化石が豊富に散する。ほぼ全身骨格のシナノイルカの化石が発見されたこともあり、長野県の天然記念物に指定されている。松本市賀ではクジラ、怪獣のトドなどの化石も産出する。新生代の第4期には、上田盆地は湖の底であった。この湖成層は形成された時代により、古気上昇湖成層と新気上昇湖成層に区分される。古気上昇湖成層は、上田盆地の周辺部のやや高い部分に分布し、新気上昇湖成層は、盆地中央部の低地や、塩田平の川沿いなどで露出している。新気上昇湖成層は、28000年前という値が得られ、塩田平の地層から、ナウマンゾウの化石が出土した。ただし、浅間山の火山活動と連動して発生したと考えられる地震は除外した。ありがとうございます。